皆さんこんにちは。こんにちは。僕たちは東京国際バリトンサックスフェスティバルの、バリトンサックスワークショップ講師を務める永田光成と秀崎優です。よろしくお願いします。今回はですね、僕たち2人が、講師としてワークショップをやっていくんですが、その会場に下見に来ております。はい、いいホールですね。すごく気持ちいい響きのホールですね。井出崎くんが見つけてきてくれたここのホールでですね、皆さんとワークショップをしたいと思ってますが、はい、バリトンサックスにまつわるいろんなスキルや奏法などバリトンサックスの豆知識や奏法など、あとは皆さんの役に立つ、マウスピースリード情報や、はい、や楽しい奏法など楽しい奏法まあ他にもそのワークショップじゃなく、楽しめるようないろいろ考えてます。で、毎年たくさんのご応募をいただいているので、今回は枠を増やして昼の部そして夜の部も、2部構成にして お届けしようと思うので、お時間が合う方にいらっしゃっていただけるかと思います。あとはそうですね、駅からも近いので気が付くかな、ちょっと地下で分かりづらいかなと思うんですけど、駅からも近いので、ぜひバリトンサックスよって、もう歩けないって距離じゃないので、お気軽に来てくださいそろそろかなーぐらいにありますねそろそろはい、というわけで、じゃあバリトンサックスワークショップご応募お待ちしております。よろしくお願いします。